新たな打ち上げの日程が決まりました。JAXA は延期していた H-3 ロケット初号機の打ち上げを今月15日に行うと発表しました。H-3 ロケット初号機は今月13日の打ち上げを予定していましたが、風の状況を踏まえて飛行計画を立てるシステムに不具合が生じたことから打ち上げの延期が決まっていました。新たな打ち上げ日については、 早くて今月15日とされていましたが JAXA は今日不具合のあったシステムが正常に動作することが確認できたとして今月15日の午前10時37分ごろ種子島宇宙センターから H-3 ロケットを打ち上げると発表しました H-3 ロケット初号機には地球観測衛星第1・3号が搭載されます